さんでありがたくねえや。おい、豊子、水産のだけは消せよ。消せてなや。人差し指を曲げるのよ。大きな声で言えない。おう。おい、みんな来い来い。芝居してやがら。なんで？空いてるぜ。一番後ろがいいや。ガラ空きだよ。け。これみんなくれるの？うん。さあ。半分でいいよ。寝るよ。半分くれよ。遠慮するな、似合わないぞ。変なガキだな。もうないよ。お前もう食べちゃったのか。兄貴んとこ置いてきたんだよ。兄貴、お前兄さんあんのか。俺たちのおじきだよ。パンドス、パン。パンドス、パンドス。パンドス。そうか。食いかけくれりゃ俺が食べれたんだよ。食いかけ？手がついてないのはなんだって、おじきのところに持っていかなきゃいけないんだよ。そうか、そりゃお前に気の毒しちゃったな。はい。大きにありがとう。
はい。ありがとう。これならいいんだろう。うん。おじさん、九州帰んのかい？九州？なぜ？だって東京行きに乗らなかったじゃないか。うん。どこへ行こうかと思って考えていたんだよ。考えてる？行くところがないんだよ。なぜ？俺も坊やたちと一緒なんだよ。繊細のグレ行こうかい？繊細じゃないが、ただのグレだったんだよ。じゃあおじさん、俺たちの先輩だね。先輩？うん、そういうことになるかな。あ、坊や知ってるかい？未開の塔っていう映画。未開の塔？見なかったな。そうか、もうずいぶん前の映画だからな。未開の塔っていう寛解のようなところなんだよ。このおじさんそこにいて、そっから戦争に行ったんだよ。だから帰る家がないんだよ。じゃあここにいればいいや。行けばいいぜ。本当には北の中だ。じゃあおじさんも当分ここに厄介になるかな。住み分けは難しいかい？ダメだよ、この頃は下駄っぱけ多いんだもの。じゃあ他に何かあるかい？おじきに引き合わせてやろうか。いろいろあるよ。いろいろってなんだい？汽車の切符買うんだって、行列の場所取りだって、闇屋の手伝いだって。まだあるかい？タバコ飲んだってあるわ。もうないかい？まだあるさ。何が？おい、お前専門だ、いいよ。知らねえよ、アホ。お知らせいたします、夏木由美子さん、夏木由美子さん、広島にお家になった電報が受け取り人不明で戻ってきておりますから、引き上げ援護会受付まですぐおいでください。夏木由美子さん、夏木由美子さん、電報が戻ってきておりますから、引き上げ援護会受付まですぐおいでください。姉ちゃん、放送姉ちゃん残ったろ。ええ、電報戻ってきたって言ったわね。もう他にしんどいないの？ええ。これ番してちょうだいね。頼むわよ。お願いします。おーい！信号ずっと乾かしてんが。おい、これ番しとけよ。おじさん、頼むよ。はい、いいよ。てめえ、バラしたって本当か？バラしたじゃないか。つい口に出ちゃったんだよ。何とでもしてくれ。てめえの気の気がすねえしろ。フローだ、フローだ、おじき。え、フローだ。おい、みんな早く逃げろ。早く早く、みんなに知られちゃうんだぞ。早く逃げろ。しんちゃん、風呂前だね。早く来いよ、とかっといてくれ。俺面白くないから捕まった方がいいや。何言ってるんだ、早く来いよ。しろよ。俺お前と逃げるんじゃなかったな。ねえ、カリバンコにおんぶすることにしようか。カリバンコ？俺先におんぶしてくれよ。冗談じゃないよ。俺先におぶってくれるならおぶってやってもいいよ。俺先だよ。そのカリ後でうんとおんぶしてやるよ。その手にはならないよ。白状だな。やっぱりそうだ。おーい、おーい。
だけど危ねえから途中で降りちゃったんだよ。神戸で捕まっちゃったよ。あいつらいつも要領が悪いんだよ。これはいつも大きなこと言ってるけど行く気がねえのさ。いつもなんかこれだよな。うん。今度の風呂はとても手荒かったな。どこへ行くつもりなんだい。俺一人ならどこへだって行けるさ。あのお荷物持て余してるんだよ。あれだからね、山陽線は危ないぜ。四国へ渡ろうと思ってるんだけど。四国いいかい、いいか悪いか行ってみりゃ分かるよ。ねえ、あいつ頼みたいんだがね。おい、危ねえか。おーい、おーい、おい、早く乗れ乗れ。その代わり、材木の積み込み手伝うんだろ。早く乗れよ。早くしろ、早く、早く、早く。材木積み込み手伝うって本当かい。うん、そういうことになってんだけど、その時はその時で要領くやらいいよ。ゆうべはどこへ隠れたんだい。海を潜って行ったんだけど、せいの野郎かわいそうに、もういでごめんなさい。今度ばかりは俺も泡を食ったよ。この前の時も泡食ったじゃないか。名前言うない。このご時世に白い飯ばかり食ってられねえや。たまには泡だって食うさ。おいおい、あれこの間のおじさんじゃねえか。え、おじさん、どれどれどれ。あ、そうだ、おじさん、乗せてもらうよ。その代わり材木の積み込み手伝うんだぜ。じゃあ乗せてもらおうかな。よいしょ、よいしょ。おじさん、なんだって汽車に乗らないんで歩くんだい。福井さん、どこ行くんだって汽車ただじゃないか。なあ。うん、そうだ。犬も歩けば棒に当たる。いいとこがあったらそこへ落ち着いて働くつもりだよ。お前たち、どうしたんだい。つらかったんだよ。風呂張りがあったから。今度の風呂張り、とても手荒いわ。それでお前たち、どこへ行くつもりなんだい。四国へ渡ろうと思ってるんだけど。四国へ？そんなに遠くへ行けんのかい。どこへだって行けるさ。大阪だって、東京だってな。うん。俺東京まで知らねえや。まだ知らねえのか。俺仙台だって青森だって知ってら、青森リンゴ安いぜ。なあ。うん、安いと思う。俺うんと買って金沢の闇市でうんと高く売ってやった。行こうか、リンゴ買いに。もうダメだよ、どこの駅でも手荒くうるせえから。お前たちどこで繊細に会ったんかい。俺大阪や。俺和歌山だよ。お前は。俺も大阪や。俺は引き上げだけど、あれ広島だよ。防空壕へ潜り込んでいたんだよ、こいつ。サイパンから逃げ出して船が沈没しちゃったんだよ、なあ。うん、お母ちゃん死んじゃった。そうか、そりゃかわいそうだな。天才孤児って随分できたんだろうな。いるよ、随分いるぜ。家の年金なんかいっぱいだぜ。大阪の地下鉄とかでようけいるわ、なあ。いっぱいだ。うるさいな。のんびり寝られはしないな。少し静かにしない。おぎん、福井さんですか。どうもご苦労さんです。間違いありますよ。福井さん、行く当てがないんだって。神戸行きましょうよ。神戸足なんざ、今は孔明だって。これで神戸行きゃ、こんなじゃり相手にしなくったって。もっときれいなとこ使って、左打ちなんだ。ちょっとした訳があって、こんな田舎回りしてるんだ。神戸行きましょう、神戸。え？
奉行に手出ねえか。おい、しょうがないやつだな。よし、俺が行って引っ張って行ってやろう。引っ掛けやがったな。僕一人で働きます。福井さんに手伝ってまで気になるかな。手伝ってやろうか。うん、おじさん、俺たちも手伝うよ。うん、頼むよ。手を持てよ。1、2、3、1、2、3。重いや。あれにしよう。1、2、3、ワン。どうしたんだろうな、新子たちは。あいつら要領がいいから捕まることないだろう。さあ、行こう。手伝ってさつまいもこれだけじゃ分が悪いや。仕方がないよ、ただのしてもらったんだから。闇屋の手伝いした方がよっぽど分がいいや。いくら分がよくったって、俺は闇屋の手伝いはしたくないね。うまい、このさつまいもうまいや。このさつまいもうまいんじゃないんだよ、一生懸命働いたからうまいんだよ。おい、お前も来てさつまいも食えよ。はい。おじさん、あいつら働かないよなあ。うん、だって腹減ったろ。働かないやつに食わすことあるもんか。働かないやつに食わしたってうまいはずないよ。そうか。さつまいもなんか食いたくあるもんか。おい、出せよ。うん、あ、柿だな。パクってきやがった。
なんだ、こんなとこにいたのか。ゆうべはどこへとやったんだい。笹が張ってたあかへんわ。おにぎり一つありつけへん。じゃあ腹が減ったろ。まだ芋が残ってるんだろ。おい、これ食いなよ。なんや、お芋さんか。うまいだろ。お芋さんならこの畑に何歩でもあるわ。ちついでもう一つもらってやるわ。俺ももらってやるわ。おじさん、あいつら働かないから芋のうまいのに知らないよ。そうか。さあ、行こう。おーい、みんなよ、来い。俺たち働くんだぞ。と言い合いにだけはなりたくないと思ってんだ。じゃあ塩田行きなさい。塩田じゃ今猫の手も欲しいんだから。塩田はいいかな。あれお姉ちゃんじゃないか。どうしたの？
姉ちゃんこんなとこ何してたんだい。台湾にいるときちょっと知ってる人思い出したもんだから訪ねてきたんだけど、この向こうの島の新聞にいるんだって。姉ちゃん島へ行くの。ええ。まあしんちゃん相変わらず真っ黒な顔して。鼻かみなさいよ。もう一つ。俺も島行きたいな。連れてってあげたいんだけど、姉ちゃんだってどうなるかわかんないんですもん。じゃあ夏木ママで送ってやろうか。ええ。ご苦労ご苦労。まあ一本だと。さっきの話の塩田の方へすぐ行ってみなさい。有川のヤンシからと言ったら悪いようにはしないから。どうもありがとうございます。すぐ行ってみます。あ、金庫やってきよった。あ、あんなとこにいら。まあ、あんたたちもいたの。姉ちゃん、どこ行くの。あの島。船乗りたいな。連れてってあげたいんだけど。そうじゃないねよ。島ならヘロカッパなんだがな。じゃあ、さよなら。さよなら。元気でやんなさいね。さよなら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 。おじさん、慌てたかって。姉ちゃん、お姉ちゃん、普通にやで。おじさん、石も乗っていっちゃったよ。おじさん、行っちゃったよ。やっぱり海は恋しいんだよ。おい、みんなもどっか行ったらどうだい。いつまでもおじさんについてきたってしょうがないじゃないか。早くいいとこ見つけてうんと働くんだ。おじさん、俺たちも連れてってくれよ。俺たちだって働くよ。材木だって荷物だって運んだじゃないか。そうか、じゃあ俺と一緒に働くか。何でもするわ。なあ。うん。
と働くんだぞ。働くさ。じゃあついてこい。おじさん、あれついてくるけどどうするの？いいだろう。働きたい奴は誰でもついてこい。おーい、みんな来い。したんだい。みんなと散らかったけど、俺戻ってきちゃった。みんなどこ行ったんだい。この向こうの学校にいるよ。学校に。
これやってみな。早くやってみな。みんなもやってみな。お前もやってみな。掛け算か。俺まだ掛け算知らんわ。掛け算知らねえのか。じゃあこの引き算やってみな。おいまだ引き算知らんわ。じゃあ足してやってみな。足し算も知らんわ。しょうがねえな。おい算式算やったんや。じゃあ何が好きだったんだよ。おいが国算やったんや。しょうがねえな。誰だい、タバコ吸ったのは。誰だい。吸ったものは手を挙げて。じゃあ、吸わないものは手を挙げて。なんだい、結局みんな吸わないじゃないか。それに、タバコの煙が上がってたのおかしいじゃないか。さあ、吸ったものは吸ったと言った方がいいよ。吸ったものは吸ったと、白状したっておじさん怒りもどうもしやしないよ。これから吸わないと約束したいんだ。おじさんもこれからタバコは吸わないよ。タバコを吸うこともいけないが、吸ったのに吸わないと嘘をつくことの方がもっといけない悪いことなんだよ。マッチは？さあ、これから吸わないと約束できるね。
こなもんだ。どこ行くんだい？上から別府へ行くんだよ。これ持って行けよ。ありがとう。元気で行けよ。気持ちの悪くないような子供にならなきゃいけないよ。わかるから、なお後の仕事もこれに変えてあるから向こうへ行ってよく頼んでみなさい。あ、どうもありがとうございました。ありがとう。すまない。どうしようどうしよう。
また会ったわね。おーい、姉ちゃんがいたよ。チッ。姉ちゃん、足が入ってどうだったの？いつまでもお世話になってられないし、この方曲がりしてんだもん。受け取りに不明で連邦が戻ってきたんだから、ここへ来たって無駄だと思ったんだけど、なんとなく来てみないと気が済まなかったの。いいセーター着てるじゃないか。すっかり坊ちゃんになっちゃったな。おみさんいかがです？さあ、おみか。おおきに。はい。僕もですか？ええ、どうぞ。まだ酸っぱいですけど。すみません。訪ねてる方、わかりましたか？いいえ。おそらく、もう。半分いただきます。そう、いただくわ。あなた。これだ。この調子でいけば、不老児なの、腹筋崩れなどと言われずに済みそうですよ。そりゃそうですとも、立派だ。だから、停車場や汽車の中で、不老児に握り飯やお菓子をやることは、不老児のためじゃないんだ。もっと世間全体が、親身なものをやってもらいたいんだ。親身なもの？ええ、なんていうかな。まあ、洒落ていや、以上。ええ、わかるわ。中には分かってくれる人があるんです。現に四国で山の仕事をさせてくれる人があるんです。これから行くんです。まあいいわね。働く方はどうにかなるけれど、勉強させてやれないんで困るんだ。先生の僕も怪しいんだからね。まあそんなこと。本当に学校へ行けるといいんだけどね。山の仕事が終わったら、僕の子供の時に世話になった学院へ連れて行こうと思うんです。実は僕もそこへ帰るより他に帰る故郷も家もないんです。そこは寛解院です。見返りの塔っていう。よし坊、よし坊も勉強しなきゃいけないわ。連れてってもらったら？そうだよ、志望。いつまでもお姉ちゃんのお荷物になってないで、みんなと一緒に行こう。勉強しなくちゃダメよ。一緒に連れてってもらいなさいよ。お姉ちゃん、東京へ着いたら手紙出すわ。東京へ行くんですか？ええ。知っている人もいるし、なんとかなると思うの。さあ、そろそろ出かけようか。じゃあどうも。さよなら。みんな元気でね。お姉ちゃん手紙出したら返事ちょうだいね。さあ、行こう行こう。
ったら手紙よこすと言ったじゃないか。さあ。もらってきたぜ。すぐ飲むかい？うん。俺も病気になりたいな。何でもいいよ。アホ言え。お前病気やで。村行って海見えたかい？村行ったかて海見えへん。あの山の上行ったら見えるわ。海みたいな。病気になったら山のてっぺん行ってみたらええやないか。ねえ、その父飲んでいいから山へ連れて行ってくれよ。アホ言え、お前大病やで。大丈夫だよ、連れて行ってくれよ。その代わり山の上まで歩いていけへんよ。おぶって行ってくれよ。え、おぶって？海見たら病気きっと治っちゃうんだがな。あかんあかん、おじさんに怒られるわ。
かぶって行ってくれりゃいいんだがな。あのてっぺんから海がよう見えるわ。海みたいな。ねえ、お願いだから連れてってくれよ。これみんな飲んでいいよ。お前、ほんまに海見たら治るのか？治るよ、きっと治るよ。ほんまか？そんならおじさん内緒やで。これにでもく呼ばれるわ。あ、ほんま。大きに。おい、早くせえや。しっかりつかまってや。
海が見えた。おい、ヨシボ、滝で見、海は見えるじゃないか。ヨシボ、ヨシボ、どうしたんや。おい、ヨシボ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 。名前は千葉義勝、年齢は10歳、現職はさあサイパンから引き上げてきたということだけは分かっているんですが、引き上げ者ですね。引き上げ者のほとんどが栄養障害と言っていいですね。引き上げの孤児です。ほう、孤児ですか。かわいそうに母親は引き上げの途中海で死んだらしいんですよ。そうですか。それでいつも海を見るとお母さん、お母さんと呼んでいたんですが、今日も海を見たい見たいと言ってあの山へよじ登ったんですよ。俺が悪いよ、俺が悪いよ。山のてっぺんの太ら海が見えたさかい、よしも、よしも海が見えた。もうよしも何を言わない。せっかく登って海も見ずに、これを役場へ届けてください。せめて海の見える丘へでも年頃に葬ってやってください。じゃあもう出かけるよ。お前のハガキきっとお姉さんに届けてやるからね。今度はお姉さんを連れてきてやるよ。じゃあさようなら。俺、ヨシボに謝りたいことがあるんだよ。謝りたいこと？ああ、謝りなさい。みんなもさよならするといいや。ヨシボ、お前こんなに早く死ぬんだったら俺お前にもっと親切にしてやればよかった。下の席をずらかった時お前おんぶしてくれって言ったろ。あの時おんぶしてやればよかった。チョコレート欲しがった時だって俺銭持ってたんだから買ってやればよかった。お前が姉ちゃんと島行っちゃった時俺お前のことを憎らしく思ったよ。憎んだりしてごめんね。お前が病気の時だって俺お前をごまかしてヤギの乳半分飲んじゃったんだぜ。ごまかしたりしてごめんよ。あ、俺も飲んじゃった。
俺たち今日からまた歩き出すんだけど、お前が海を見てお母さんお母ちゃんと呼ぶように、俺たち山を見たらよしぼうよしぼうって呼ぶから、その時は大きな声で返事してくれよ。じゃあよしぼうさようなら。おい、お前もさよならするといいや。でいつまでもここにいないや。よしぼうさよならや。呼んでやんな。よしぼう、さよなら。さよなら。呼ぶのやめちゃった。直してやれよ。衣装を汚さないでよ。まだまだ使うんだから。ビクビクすることないよ。怖いのは初めのうち1日か2日だよ。愛想に吉坊は死にました。
話があるからここへ来い。さあ、みんな一緒に連れてあげて。